反乱軍を率いる劉備はついに迷いを捨て決心した。織田信長に真意を語らせるため覚悟と力を示すことを。織田信長は本拠の守りを固め反乱軍を待ち構えていた。人間同士の悲しき戦いに終止符を打てるか。織田軍との最終決戦の幕が今上がる。かつて信長に言われたことがある。これしきの力では自分に逆らうことも世を変えることもできぬ。そして彼の奥方や孫権殿は信長には覚悟があると言っていた。信念を貫き孤独な戦いを選んだのだと。私は正直迷っていた。皆で協力し合って共に危機を乗り越えたい。だがそのために信長と戦うのは正しいのか。私が立ち上がったことで家族やかつての仲間同士が対することもあった。私は余計な争いを生んでいるだけかもしれない。しかしやはり結論は同じだ。信長の目指すものが見えぬ限りあのやり方に従うことはできぬ。真意を話すに値するか試したいというなら私も覚悟を決めて戦おう。そして信長に力を示そう。劉備殿、その決意この雪村もお支えします。私たちの腕輪が信長様に対抗する鍵ですもんね。恥ずかしいですが頑張ります。うん、二人とも頼みにしているぞ。信長に全てを語ってもらいたい。そのためならこの勝負受けて立つ。来るかね。ここは地獄ぞ。信長はあちらにいるようだ。だが中央を進めば北の敵勢に脇腹を突かれかねん。まずは北の城を落とし、その後信長のもとへ向かうとしよう。こたびの戦いは力を振るう覚悟を信長に示すためのもの。この劉玄徳共に戦うぞ。僕の相手ができる強い人はいるのかな。総大将はあんまり強そうには見えないけど。ねえ、僕と遊んでよ。少しは持ってくれるといいな。私は力を振るい戦い抜くと決めたのだ。ここでひるむわけにはいかん。劉備殿が危ない。お助けせねば。私が出るか。ここを通すわけにはいかない。分次元参る。ならば真田の槍で貫くまで。いざ。ねえ、勝負してかない。本当の力僕に見せてよ。腕輪の力を引き出せるのは雪村殿、直虎殿。彼がいなければ信長も取り合ってはくれまい。二人とも慎重に進むのだ。勇んで無茶をせぬようにな。案外やるけどまだ足りないかな。この程度じゃ枠は壊せないよ。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。お見事な戦ぶり。先日間見えた趙雲という強者のようだ。私はあの趙雲殿に似ているだと。それは光栄の至り。かかったな。諸葛一族も何かけて討滅してくれる。一瞬打ち取った。それとはこの手で私の覚悟はくじける。
力は強力ですが、正直戸惑っています。何の鍛錬もなしに急に力がみなぎるのですから。私もただでさえ自分の体を持て余し気味なのに、それに任せて。学校もまだ慣れなくて。翼にお願い、誰よりも敵司令打ち取って。見事なご活躍です。私が出る。私に任せて。我らが包囲した。敗北を認め、武器を収めてくれぬか。戦わずに負けを認めるなどできぬ相談。体は痩せても根性まで痩せ細ってはいない。門の先にはどんな敵が。幽霊と思えば顔色の悪い敵なのじゃ。ちょっと手伝ってくんない。各伯生と申す。手加減は無用だ。これも仕方あるまい。私が出る。さらば。逃がさんぞ。ならぬ体が憎い。背後を狙わぬよう、この城は押さえておかねば。銀兵にここの守りを任せる。信彦殿、銀兵を頼む。お任せを。銀兵殿と共にここは死守いたします。信長のもとへ急ぐのじゃ。だがこの先にはそなたの父上もおられよう。親子で戦うことはない。そなたはここに残るんだ。オム、そちは優しいのじゃな。さあ、残るもので信長のもとへ参ろう。いかに苛烈に出迎えられよう、お仕置きを絶対に引けん。さっきより盛り上がってきたみたいだね。僕も混ぜてよ。大事な戦いの邪魔はさせん。しかしこの者どこから現れたのだ。やるの、褒めて取らすのじゃ。私が出る。信長様より、あなた方を止めるよう仰せつかっております。今の私では。
信長は心してかかりましょう。信長様のもとへは行かせません。ラン参ります。開かれた。皆、私に続け。さすがです。あなたならばと思っておりました。試されているのだ。何か手立てがあるはず。いやあ、いよいよ面白くなってきたね。今の必死な君たちなら楽しめそうだ。こんなところで余計な敵と戦わねばならんとは。余計はひどいな。僕と遊べばいいこともあるかもしれないのに。信長の居場所から火の手が。だが雪村たちは必ずやこの危機を脱して戻るはず。我らは劉備殿や雪村たちの退路を確保する。私が出る。城に迫る敵を切り崩すぞ。はい、劉備殿、無事でいてください。面白かった。俺にいいことを教えてあげるよ。あそこに
信長が作った隠し通路がある。じゃあね。何？おお、ここを抜ければ外へ出られるぞ。救援感謝します。おお、私の危機を察して来てくれたか。世話をかけるな。まだ音を上げぬその意気込みはよし。されど、ここは鬼柴田が通さぬ。劉備殿、よくそこを無事だ。そなたたちの助けがなくば危うかった。よくやってくれたな。はい、逃がさんぞ。雪村、無事だったか。お前なら切り抜けられると信じていたぞ。はい、私も兄上の援護があると信じ突破しました。ここからは共に進みましょう。おお、よくやってくれた。鬼柴田が背を見せようとは。全ては信長様のため。明智十兵衛光秀、参ります。凄まじい気迫ですが、信長様は乱がお守りします。私が出る。わずかな間に随分強くなりましたね。やったでしょ。父上に褒められたのじゃ。取った。ならばこちらも手加減なしで参りましょう。今の私では。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。飛びまくって。なんという武勇。なんで君とだ。もはやこれまで。引かせていただきます。ねえ、あの人に会いたいんでしょ。だって私に地獄を見せてちょうだい。私が出る。お前こそ真の三国武装だ。腕輪の力を借りたこの姿なら対等に渡り合える。もののふの意地、ここに示さん。信長様、私たち真剣なんです。分かってください。おお、よくやってくれた。修羅を抜け、ここまで来たか。その覚悟、信長に見せよ。信長、承知した。はい、皆、私に力を貸してほしい。逃さんぞ。全軍、信長のもとへ。私に任せて。この信長を乱世を超えてみせよ。飛びまくって。教えてください、あなたの目的は一体。信長には我らの道を開くため戦ってもらっていた。まあ悪役を気取るにしてもちとやりすぎだと思うがな。あのお二人は。我らは戦界の住人。かつてお前たちと共にオロチと戦ったものだ。
オロチ。破壊の意志と圧倒的な力を持つ魔王。かつてオロチは時空を歪め、お前たちの世界を融合した。己を終わらせる者を求めて、戦界の者が見守る中、お前たちは力を合わせオロチを滅ぼした。その後現れた妖獣、そして絶対の破壊神をも倒し、皆元の世界へ戻ったのだ。ここで起きたことは全て忘れて。だが世界は再び融合した。オリュンポスの神ゼウスの手によって、ゼウスが作ったあの腕輪には二つの力が込められている。一つはオロチの力。これにより失われたかつての絆が徐々に結ばれ、オロチが作り出した世界が再現されていく。だが魔王がいない状態で無理につながれたこの世界はあまりにも不安定だ。我らのように強い力を持つ存在が強引に介入すれば、たちまち壊れてしまう。そこでもう一つ、神や仙人の力を徐々に浸透させることで、より強い存在を受け入れられるようにしているのだ。お前たちや信長が腕輪を使って戦ったことで、世界の融合、そして強い力を持つ者の介入が徐々に可能になった。だから私も今ここにいるのだ。戦界でもなぜか一つ力のこもっていない腕輪を発見してな。調べたところ先ほどのようなことが分かったのだ。そこで私たちはイザナギの力を込め、この世界に偶然最初に招かれたナタに腕輪を託した。たまたま近くにいた信長と戦ったら腕輪が反応したからびっくりしたよ。イザナギってああいう苛烈な人が好きなんだね。あの力ってよっぽどの時じゃないと発動しないからさ、信長には本気でみんなと戦ってって頼んだんだ。なるほど、だからわざと悪役を。それもあります。しかし大いなる敵との戦いに覚悟なき者は不要。だから確かめたの、この人に抗うだけの信念があるか、もしくは共に戦うだけの力があるかを。あなた方の覚悟は信長様も認めるところ。以後は共に戦わせてくださいませ。数々の無礼許してもらいたい。我らはこの世界に来て妖魔に襲われていたところを信長殿に救われたのだ。思い出しただけで咳き込むほど恐ろしい体験でした。恩を返すためこちらについていたが、信長殿があなた方を認めたのなら私たちにも否いはない。どうかよろしく頼む。ところで腕輪はなぜ戦界に持ち込まれたのだ？何か心当たりは？それが分かれば苦労はない。先ほどの情報も我らが懸命に調べたのだからな。オロチの大釜も知らない間に盗まれてたしね。ま、気づいたら戻ってきてたけど。そうか、一体誰が。地獄の開幕。戦なき地平地獄が好きなの。ラン、修羅に入ります。鬼柴田が魂を見せん。諸葛光球、一族の誇りを胸に、いざ。各白星
死ぬ気で参ろう。燃え上がれ闘志よ。分事件いざ。分かった、すぐに型をつく。僕が最強だってわ、僕の力見せてあげるよ。貴様の才と器は我が父の片腕にふさわしい。人の王として我らと共に世を支配せよ。とつ国の天を滑る存在、新たなる世界、そして人の王。荒唐無稽な話だな。証として力を授けよう。貴様ならば使いこなせるだろうからな。魔王オロチ、私たちはかつてこの世界で戦っていたのですね。時折妙な記憶がよぎるのはそういうわけだったのだな。この世界が徐々につながっているように記憶も少しずつ蘇っているのだろう。いずれ全て思い出すやもしれぬ。大変です、剣心殿の城が攻められてるみたいで。敵にはアテナって神様と、もう一人神様がいるとか。もう一人、もしやアレスまでもが降臨したのか。アレス、ゼウスの息子だったか。神が二人となると厳しい戦いになりそうだな。それと宗妃殿と秀吉という方もいるそうです。秀吉様が、なぜ人をもてあそぼうとする神などに。そんなのここで考えてても仕方ないよ。僕さっさと戦いたくてたまらないんだ。ねえ早く行こう。うん、確かに急いだ方がよかろう。剣心殿が心配だ。みんな救援に向かってくれ。